ベイストジャックの、音に行くんですけども、サンプルはこんな感じ。こんな感じの音です。で、こうやって、ウクレレとかにつけて、サウンドボードのあるものにつけてもらうと、こんな感じ。ちょっと中にここの音が中に入って、反響させて、サンドホールから出てくるっていう感じなので、この楽器の音に負けない音で演奏できるっていう感じですね。たまたまここにもう磁石が仕込んであるタイプのウクレレなので、ここにつけてはいるんですけど、実際は、ウクレレのここですね、ここにつけると、演奏の時に、邪魔にならなくていいですね。ここ今もうね、磁石とね、このねドッキングベースをね、すでに引き合わせた状態でセッティングしてあります。なので、まああとはここにビートジャックをねつけてもらうだけで、こうやって演奏できます。って感じです。で、まあこんな感じなんですけども、中に入れるものをね変えることもできます。ちょっとね今日はね、さっき子供にね変えてもらったやつがあるので、ちょっと試してみたいと思います。これ外すときですね。ここね、手で両手でこうやって押さえてもらって、こうやって外す。簡単に外れますんでね。で、あとはもう一個ですね。ほら、ちょっとね、可愛いビーズ、こう白いビーズですね。これで、ね、さっき子供がね、ちょっと好きなやつを選んで中に入れてくれたのね。これだとね、この分かりますかね。こう中で静電気でファファファって浮いてて、めっちゃ可愛いです。これいいですよね。細かいサラーっとした音になってますよね。さっきのとはちょっとまた違う音になってます。なんで中に入れるものをいろいろ変えて、好きな音を作るってこともできます。とっても面白い楽器ですので、ぜひ試してみてください。